主演男優賞に参りましょう、はい、主演男優賞は NHK 鎌倉殿の13人小栗旬さんです。おめでとうございます。ではまずはプレスの皆様に撮影したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。ご無沙汰しております。いやおめでとうございます。最初あの役、はい、どう思われました。見ててはね、はい、どうなるんだこの役と思ったんですよ、はい、いやでもまあ本当に最初は翻弄される若者で、うん、まあ、そこから頼朝亡き後はひたすら鎌倉のことを背負って生きていくという役で、同じ時代を石坂さんとも生きさせていただいて。そうなんですよね、はい、私ね、私事なんですけど小栗さんの声がすごく好きなんです。ありがとうございます。でもこの義時後半から声変えませんでした。そうですね、少し年齢を取ってからはというか、はい、なんかこう野望というかもう死守っていうか、うん、なんかこの掴んだものは話したくないみたいな、うん、そういう声でしたよ。ああ、ありがとうございます。やっぱ声を工夫なさった。そうですね、それは、はい、結構最初からずっと考えながらやっていました、はい、最初若々しくて、はい、あ、いい声いい声と思っていたのが、はい、ダメ声となら変ですけどこうなんかくすんでくるというか、ね、はい、声がね、あれ素晴らしかったです。やっぱり長い期間の放映ですから、はい、そうですね、いろんなことがチャレンジできてそれもそれでとても楽しかったなと思って。チャレンジなさいまして成功しました。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。小栗旬さんでした。やはりね。